ジュエダメですタカです。サイセンキヨです。アオイです。森本レオです。せーのガチャンネル。森本レオさん久しぶりに聞いてました。森本レオさんのナレーションとかはもう最高やで。それにちなんだ今日は企画なんですよね。ナレーションのし、なんかサイセンおかえり。タカです。おかえり。今日もちょくちょく出てくれてるよな。出てくれてるよな。ライブ当たり前やから。さあ僕ら以前9月にですね、東京の方で単独ライブがあったんですけども、はいはい、パンサーというものをやったんですよ。決められたパンサーっていうものが、あ、そうそうそう、もう完全に引いたやつをやりましょうね。あの機械にもやらされてるけどな。あれで生まれた機械やってもなんでやねん、おかしいやん。いやいや、いや分からんかったもん、おるかもしらんからな。誰のがで何み、私何のがで何み、イエーイ、かわいい、かわいい、うん、あー、はい、愛おしい、かわいい、うわー、優しい、おう、うん、男の子、ひまわりイエロー担当、うんうん、キヨです。はい、カメラの向こうのスタッフさんの顔見て、すごい、キヨさん、もう男の子っていうのは年齢じゃないもん、すごい。これが生まれたってことですよね。そう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 、これがバク転という名の側転を。え、でもあれからやってなくない？練習しとったよ。練習しましたよ。聖一何やったかな。サングラス、サングラス外して投げんのやってたな。やってたやってた。で、葵が臭い勢で3点も大勢は何やったっけ。全力モノマネ、大声モノマネ。ああ、そうだ。さあ、ということで、今回はそれの第2弾と2弾ということで、僕たち3月の18日に東京の MBOX さんですかね、MBOX さんという、ライブハウスで大勢の誕生日ライブがあるんですよ。おめでとうございます。でもこの誕生日ライブは、まあ、僕たちのこうファンクラブみたいな感じでグミカというものがあるんですけども、それを持ってる方しか入れないんですよ。そうです、ね、一部二部でやらせてもらうんですけども、二部は大勢の誕生日ライブで、一部はガムシャライブというものをやらせてもらいますので、こちら誰でも来れます。ご新規さんは無料の、イベントとなってますので、まあ、ぜひガムというものを、見たい方は、ここでまず見に来ていただければと思ってるんですが、朝チャレンジなんだ、よくない、もうあれやったやん、レベル上がってるやん、やばいって。上がった、また新しい自分が見れるんじゃない。まあ早速じゃあほんと引いていきますよ。ボックスを用意しておりますので、じゃじゃーん、どん、これ順番大事よ。何入っとるかは聞けないですよね。聞いてもいい、1個だけ、1個だけ聞いてもそのレベルがね、変わ、前回とはまた変わってるんや。あ、それは知りたい、変わってんの。やつもあれば普通、あの同じやつもある、同じやつ、何が同じなやつ、それだってさ、一回同じなやつ一個教えてや。一発目はアイドル自己紹介、アイドル自己紹介もあります。やっぱね、同じ人が引いたらどうする。そうよね、同じの引いたら変えないといけない、あのチェンジしよう、もう一回でしょ。じゃあもう二度と可愛いのないや、もういらない、いやいや、他の可愛いのないや、いいいいいい、中途もしたもん、次もういいよ。キヨが可愛いの引いたらそれはもう一回で、オーバー。じゃあじゃんけんいきましょう。最初はグッ、じゃんけんぽい。1番ザッス、2番、はい、3番、4番、5番でいきましょうか。はい、何が出るかな、何が出るでね、いきます、発表してください。指ハートに変わる丸々披露、全然いいよってことは結構全然、まあ、でも考えないといけないってわけやな。多いしよ、多いし、よかったよかった。自分的にいや、もっと攻めたいなっていう場合はもう一回全然、まあ、全然これでいいよ。一回全員引いてから考えるわ。あ、オッケー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 。じゃあ前回の自己紹介した後にする。自己紹介するんや。すぐそれで自分で言うから大勢でスタイスリーズ3年目きたー、大勢のでもね、でも重要があるね。あのタタ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 、なんとか違う、なんか違う、最後だ、最後だ、最後だ、大声モノマネ、まあ細い声のモノマネできんから大声の人やった方がいい。あのサンシャインさんとかね、見えないよ、この後の世界線が。そう、正直これが一番滑るかもしれない。来い来い、せーの、いけ。投げサングラスか、投げサングラスか。じゃあ、あのね、書き方が悪意あった。そうね、ファン、
失神の濃厚嘆きっす。最高や、投げてばっかりの人やん。これはサングラス投げて次はキスを投げる。意味が失神するレベルのめちゃっとしたキス。これ新しいね。いや、濃厚嘆きっすはちょっと嘆きっすにフレンチとかディープってあるの。わー、濃厚でディープってことでしょ。濃厚しかもね。これが一応正解決定。違う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 。あなたはもうこれ確定。めちゃくちゃ新しい。新しいしね。ノリツッコミ。おお。よし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 。誰かがボケる。まあ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 。ライブ中ボケるか。自然にやってるね。わかりやすくできたらいいよね。ああ、いや、もうもうこれはまだ。これはまだ。うん、全然嬉しい。これなんか、もう一回行こうやみたいなやつは、もう一回やって、面白い方。面白くないってか。だいぶちょい、面白くないってか。これはもう面白いでいいやんな。ゆりはてに、じゃあまあいいわ、お前それでいいわ。これは何、もう政治判断でいいわ。あおいくんが、タカはもう一回引いてみよう。パンチ弱い気するよな、これな。これでバグテンヘイダすごいよ。いや、すごい。サングラス話してウィンクからの投げ来た。これだ、これだ、これだ。これはウィンク、マジはいい。ジャンタ君ってサングラスしてるとこ見せたことある？だから、そうやな。それがまず出会い。まずサングラスするってことと、ウィンクして投げる。これでいこうか。ウィンクなかった。じゃあ俺もなんかそっち系したいな。いやでもお前はもう臭いセリフ。だからお前これに乗せようや。乗せるのか。2個、2個。で、これは誕生日やしな。誕生日やし。欲張って、じゃあもう一個いこう。行きます。突然のメンバーキス。いや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 これはこっちに光が。これはこれで曲中やって、これはどのタイミングでもいいよ。オッケー。お前のそれはもう大勢からのサプライズみたいな。曲中でもいいってこと。曲中でもいい。いや、こっちでもいいし、でもいいし、最後のこの頭下げて、でもどこでもいい。どこで来るかわかんない。お前次第。それは俺らに。やし、俺らは断っちゃダメ。断っちゃダメ。断っちゃダメ。もうあの大勢がこう来たらもう受け入れるっていう。最高に校内が汚い時。ライブ中って何何やってんの。校内ってないね。学校の中みたいな。汗とかさ、こう歌ってるし、バーってやってるからさ。緊張とかでね。そうそう。寝ちゃって。寝ちゃってしてるんだ。しようとして。お前自らそういう。どこでもいいの、ほっぺとかでも。結構口でしょ。だ大勢が誰選ぶかにもよるからな。じゃあ改めて、おさらいをしてみましょう。まずはキヨが、はい、指ハートに変わる〇〇ということで、もう一個いってもいけそうな、まあ、もうすプラスいけそうな、まあ、じゃあもう一個引こうか。もう一個引こうか、ほんなら、最悪一発ギャグ。最悪まあまあちょうどいいちょうどいいちょうどいい。なんなんこのあんまり。なんか嫌でいいけど。ライブ中にこの感覚で一発ギャグ放り込んでいくみたいな。まあちょうどいいんじゃないですか。ちょうバランス的に。これけど今ちょせーので指さそうや。おじ3人で。弱い。一人弱い。もう一人弱い。もう明確。せーのドン。青いもいっとこ。確かに青いも。青もいっとこ。でもいいと思う。ね、自然になっちゃってもね。いや、自然にしないよ、俺はまだまだすぐするよ。それはそう。ゴリゴリアイドル自己紹介。やめろ。消せ消せ。最高だ。来た来た来た。何色ブルーで、何色ブルー紹介だけど、ってやった後に自分で言うっていう、そのやり方じゃなくてもいいし、ちょうどいいんじゃない。青空ブルーで見ちゃう。青空ブルーでみんな楽しみなんじゃない。俺カラーサングラスでいいかな。まあいいんじゃない。カラーサングラスやったらなんかつけてるイメージあるから、目が見えない状態から外して目見えてウィンクがいいんじゃない。なめんなよ、そんなこと考えさせないぐらいキュンキュンさせてやるよ。カラーサングラスでキュンキュンさせてやるよ。どう失神させたい。普通に殴る。ブレイキングダウンの話じゃないから。いきなり考えておきます。はい、まあ実際は3月18日の、はい、ライブで、まあ、実際にと、うん、これおのおのの何々が見れちゃうということで、すいません。ほんなら改めていきましょう。キヨちゃんが、はい、指ハートに変わる丸々と一発逆、はい、そして大勢が臭いセリフ3連発と、はい、突然のメンバーキス。突然のメンバーキス。いや、お前強いな。こっちもなんかあり始め。だからサングラス外してウインクからの、投げですね。うん、で俺が投げるってことだな。ファン失神の濃厚投げキス。ありがとう。はノリツッコミとゴリゴリアイドル自己紹介。やばいじゃん。これちょっとなんかちょっと楽しみだ
っちゃうかこれ。俺ら側も楽しみやね。はい、ぜひ皆さん3月18日、まあ、YouTube 連動型のライブとなってますので、うん、 そうね、そんなところも楽しみにしていただいて、大輔の誕生日をしっかりと祝っていきたいなと思ってますので、東京3月18日方南町 MBOX さん、はい、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。ということで、この動画が面白いと思った方、チャンネル登録グルグルコメント切り抜きもちょっと待って、お前って何や、もう飽きてきてるやん。グッドグッドですらギリやぞ、ほんま。グルグルは何、グルグルあるよね、もう一回見ててみたいな。お願いしますね。はい、よろしくお願いします。以上、自由ビヨンドでした。いや、葵のゴリゴリアイドルは聴きたかった。まあな、一番ゴリゴリアイドルを聴きたい人やった。3文字やからね。まあ、AOI むずいで。むずいよ、むずいよ。だからもうめちゃくちゃアイドルですよね、葵くんって言われて、そうそうそうって、そっからもう、ぐらいやりたい。それから乗りツッコミで、なんとかの葵ですって、おいっていうところで、なるほどね、乗りツッコミプラスの完結させるってことだよ。あ、じゃあそれは、一回ちょっと、なら俺も組まなあかんな、やり方な。こう、掛け合いを組まなあかんな。嫌やって、俺も。それきついな。